民工入りスワえとは、源氏物語の注釈書である。乱章無定章、源氏中章、源氏物語戦章、源氏物語民工入りスワえなどとも呼ばれる。全55巻、中野井道勝著、1598年完成。中野井道勝 -1610 人が単語に、出版した際、細川雄才に出会い、要請を受けて記したものであり。 民工入りすわえという署名も細川有才の命名である。道勝は民工入りすわえの後、九条下本、源氏物語聞き書きと呼ばれる注釈書を表している。創設の後、各館ごとに源氏物語の本文から重要な部分を取り出して、日本、中国の文献をはじめ仏典に至るまで広い範囲の文献を印象し、また受教的、 道徳的な精神によって解釈されている。それまでの源氏学の集大成を試みたものそれまでの諸注釈を明示して踏まえている結果、源氏物語の本文全文を含まない注釈書としては最もタイなものとなった。利用された注釈は以下の6本以上の6本は、道勝ちのこの消引ところの片付けによるが、奥入り。 公安源氏論議なども所々に引用されて、聞き書きや道勝ち自身の施設も多い。数多くの印刷本が出版されている。ありがとうございます。